橋の地にですね建てられたものになっております。当時1965年といいますと、高度経済成長期に突入していましたところで、だんだんと当時の明治の建築の方がですね失われていくような時代背景がありました。この字型にですね、なっているかと思います。このような机というのは伝統的なですね、西洋建築の方でどこにでも使っていいかというとそうではなくてですね、天皇家の、この天皇家の御門は、菊の花びらの枚数が決まっております。なのでその花びらの枚数をちょっと違う枚数にしていて加工しようと思います。なっておりました。あちらの方、上の方の窓の位置を見ていただきますと、だんだんと階段のようになっているかと思います。あちらはですね、隣に家が元々建てられていたんですけれども、こちらの屋根にかぶらないように階段のようにしてですね、景色が見れるようにあのような形で窓の位置をずらしているというような形になっておるかと思います。こちら鬼瓦の代わりでございまして、まあ、実際の中にあさせることで魔除けをですね、作るようになっております。なりそうな感じでしょ。
ここで。